はい、皆さんこんにちは。今日は広島県のココロードさんにお伺いしております。でこちらのお車はですね、2台今レッカー車ということで並べさせていただいてるんですけれども、今日はねせっかく会社さんにお邪魔してますので、どうしてこういうねトラックをお持ちなのかと、あとは仕様に対してどういったこだわりがあったりとか、どんな装備なのかというのをねお伺いしていこうと思います。それでは今日はこちらにいらっしゃいますけど、社長の長澤さんにですね聞いていきたいと思います。すいません社長、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。僕レッカー車全然詳しくないんですが、ギガとファイターですねっていうこの2台をまず導入された経緯というか、どうしてこの大型と、要はこちら贈答ですけど、こういった車型を選ばれたのかとか、その辺なんかお聞かせいただければなと思うんですけど、弊社が中大型、特に今トラック、バスに特化したレッカー屋の方をやらせていただいておりまして、はい、まあ、今回このギガは大型は2台目なんですけど、はい、ギガを導入する際にこのギガが、はい、大きいトラック向けっていうので、はい、先にギガの方を購入させていただいたんですけど、はい、その後ですね、このギガだけだと小型のトラックだったり、はい、中型トラックをするにあたって、はい、多少難しい部分が出てくる。あ、なるほどですね。なので、まあ、後からあと1分だけでこちらのファイターの中型小型トラック向け、はい、そして、購入をさせていただきます。ってなるとやはりこちらだとこれ標準幅ですか。そうですね、ですね。あ、ってことはまあ細いところも入っていけたりとか、そうですね、そういったのも可能ってことですね、はい。でこちらどちらも一応、はい、福岡の運輸総合整備さん、運輸総合整備さん、はい、製のレッカー車で、ああそうなんですね。こちらはファイター中型なんですけど、はい、一応大型の殻ぐらいまでは、はい、で下は無理釣れば、はい、大きめの乗車ぐらいまで一応釣れるんです。あ、なので最悪ギガが大型の案件で出てるときに、うん、はい、例えば大型空車のレッカーが入って、はい、でも一応対応はできる、はい、っていうので、以前このファイター入れるときに、はい、中型かシャンタークラスでちょっと悩んだんですけど、はい、うちはやっぱり中大型に特化してるっていう部分で、はい、大型の絡むいけるっていうことでこっちのファイターとか入れさせます。ってことはある意味汎用性があるといえば汎用性がある、まあ、乗用車は厳しい、ちょっと厳しいけど、まあ、大型から中型からやってできんことはない、まあ、はい、そうですね。あ、で小型トラックまでいけるっていう形で、はい、ありがとうございます。例えば JAF さんが持ってる小型のとかは乗用車の特化したレッカー車ってことなんですかね。そうですね。ああ、はい、そういうことなんですね。で、別にあとは向こうだと、はい、トラックは基本釣れない。ああ、そうなんですか。で、やっぱり市街地、狭い部分に入るとかとかも考えておくので、はい、車もね、小型化してますんで、はい、重たいものを釣っちゃうと、はい、前が浮いちゃって走れない。ああ。レッカー車は後ろにもう車を加えちゃいますんで、はい、こう持ち上げられちゃうんで、前の舵が効かなくなっちゃうんですよね。許容を超えると、いろいろこういうところはこうなってるみたいなのをお伺いしていきたいんですけど、はい、まずこのフロントのバンパーですけど、はい、これせり出してるじゃないですか、はい、これなんか理由があるんですか。一応はそうですね、ウエイトであったりとか。あ、ウエイト積んであるんですか、この中に。はい、多少。あ、なるほどね。60を超えない範囲で、はい、昔からレッカー車でだいたいバンパーが出てるので、はい、皆さんだいたいあそこにウエイトを入れられる。あ、そういう意味もあるわけですね。要はダンプとかよくあるじゃないですか、こう出てるの、はいはい、そういう意味合いがあると。フロントはどういうためにつけてるんですか。ここちょっと何かしらワイヤーが引っ掛けてるか、はい、あ、その場所によってユンボとかで引っ張ったりとか、はい、あ、そういった事故って現場でさまざまなアタックメント関係だってあるのは多いと思います。CYZ、 要は2デフってこと。あ、コールトレーラーシャーシってことは、要は普通のフレームカーゴ車みたいに真ん中にフレームが入ってるって、そこにまた違うんですか。運輸さんが補強を入れられてる。ああ、車両になります。すごいな。でオイルベースも普通のカゴ車とかよりは1メーター短い。あ、25トンシャーシだともう1メーター長いんですけど、はい、そうなると今度触れないんですよ、はい、我々後ろに大型車室にいますので、はい、長さがすごい出ちゃうんで、1メーターが結構大きくて、はい、前の使ってたレッカー車は、はい、ベースがもう1メーター長かったんで、はい、結構曲がれないところとかが出てくる。ああ、そうでなりますね。ただこれ1メーターの近いだけでだいぶ旋回してまあ、ダンプよりは長いかなって感じですかね。で、レッカー車ってオーバーハングはないものなんですか。そうですね、基本的にはないです。あ、先ほど、まあ、あっちを止めてらっしゃっててね、アウトリガー下げられてたじゃないですか、はい、あれは何か理由があるんですか。特に空の状態だと、フロントヘビー、はい、結構重量が、今ユニットもついてます、はい、でやっぱバネの足回りの感じで、あ、ここに負担かけないように、そうですね、常に傾斜にアウトリガーを出して、はい、まあ、前も後ろも少しでもバネが浮いた状態、はい、で、止めて、やっぱり長い間でバネが浮いたり、はい、
はい、確かにね、すごいですね。でその他装備なんですけど、こちら助手席側と運転席側で結構変わりますか、装備内容は。大体同じですか。あ、したら運転席側から見ていきたいんですが、まずこの回転灯が赤いじゃないですか、はい、こちらの赤い回転灯だと何かが変わるんですか。はい、緊急自動車っていう形で登録させていただいて、公共事業の道路の事故処理とか、はい、あとは事故車の対処業務、はい、ああいったものをネクストさんとか、はい、警察さんの仕事をさせていただく上で必要なものなので、はい、公安委員会に申請を出して、はい、で許可をいただいて赤灯とサイレンが、うん、警察消防さんと同じような、はい、あのサイレンもついてて、あ、じゃあ緊急自動車にもなれるというか、緊急走行が許される、そういう使い方ができると。そうですね、事故現場に向かう場合とかね、渋滞しとってたどり着けない、はい、そういった場合に緊急走行で対向車線をこうちょっと走っていく、ああいった場合もありますので、一応うちは全車なんです、ね、はい、緊急自動車と。これ普通だったら黄色とか、黄色とか青は、まあ、はい、一応その許可がなくても、はい、あ、いけるんですね、まあ、注意喚起で、あ、できるんですね、まあ、厳密に言えば多分回転灯自体はダメなんですね、うん、ってことは基本赤をつけるかないかみたいな、まあ、回転灯としては、ね、なるほど、赤は許可なしで、ね、乗せると本当に捕まっちゃいますんで、はい、そうですよね、公安委員会のきちんと許可をやらせてもらって、はい、ありがとうございます。そしたらまずこのクレーンなんですけど、このクレーン自体はどこ製なんですか、ただのさんとか。あ、ただのさんのですか、はい、これは、3段クレーンなんですかね。こちらの例えばクレーンを使うケースはどのようなケースになるんですか。まあ、車両の脱輪だったり横転だったりとか、あ、まあ、ただ完全に大型車の脱輪とか横転だと、はい、ちょっとこのクレーンだとクレーンだと釣り切らない部分があるので、あ、そうなんですね。それもラッカー屋さんに問題とか、はい、あとはこれも企業なんだ、はい、クレーン、はい、僕はクレームに近づけて、はい、クレームに近づけてあるのでワイヤー日本学の学者とか発展だったりするように、はい、じゃあ安定感はこっちの方があるってことですね。で、はい、大型にこれが、はい、装備されてる車両も今組み合わせができるってことですね。はい、であとこの辺まあいろいろ扉がありますけども、はい、この辺は工具入れとかそういうの収納、ここは、まあ、何ですか、これあの操作レバーですね。あ、これ、ね、リモコンなんですか。あ、違うか、これはまた別です。何ですかこれ。あ、牽引中にすごいですね、牽引車両の後ろに、あ、そうかそうか、ぶら下げてね、ブレーキとか全部出せる、はい、連動するもの、バックエンドまであるんですか。一応これは後からつけました。へえ、すごいな。まあこれは最後尾のね、そ, ねその故障車に取り付けるということですね。ることもありますから、そうですね。コントロールをするということですね。あ、普通の物入れになるんですね。あ、物入れですね。で、これがレッカーするときに、はい、リアシャフトを抜くようになるので、あ、それを入れる。あ、シャフト収納ですね。シャフト結構長いんで、そうですね。普通のコートも。あ、これ足掛けがついて、まあよじ登れるようになる。そうですね。こちらでね、荷物入れ、荷物入れ、結構いろいろやっぱり装備品あるんですね。まあ、あの行ってみないと何があるかわからないので。確かに、まあ、通りのものはこれぐらい積んどくとある程度どんな状況でも対応はできる大体はそう、ね、感じですか。へ、はい、面白い。さらにあの10トンウィンチとかは、はい、あの乗ってます。あ、いいですか、足掛けてもウィンチもついてるんですね。ここに前側が、発電機ですね。発電機とコンプレッサー、コンプレッサーと、はい、燃炭がここになるんですか。そうですね、給油するときどうされるんですか。そうなんですか。へえ、ほんでまあこの辺作業灯と、まあ、ウインカーとついてるわけですね。全部島板でこう歩けるようになってる。 ここも工具入れですか。そうです、基本はレッカー車っていうのは別にクレーンがついてなくてもアンダーリフトがついて、ね、あ、ついてるっていうのはミソですよね、はい、ありがとうございます。でタイヤサイズは、あ、 11R の 22、 あ、 11R ですね。フロントが315ですね。フロント315でっかいな、まあ、国産だとカーゴだとはめないですからね、315は。でリアもここオリジナルのテールライトなんですかね。バスのやつですかね、はい、はい、ここはサービスラインエマージェンシーだから、まあ、トレーラーのエア、そうですね、エアの取り出しです、ね、はい、車から来てますので、はい、あとまあこリモコンが、リモコンがここにあった、一緒です。あ、リモコンでもできるよ、ね、あと無線リモコンもあります。無線もあるんですね。無線も車内に。ここがアウトリガーですか。そうですね、足ちょっと横に張り出して踏ん張るように、はい、はすごいですね。このスイッチは何ですか。これも一緒です。あ、一緒ですか、はい、あ、じゃあいろんなところですできるんですね。そうですね、全部リモコン。まあ、確かに実際現場行ったら視界が晴れてるっていう感じではないですもんね、はい、でまあこちらにも物入れがあるということですね。ここも、はい、あのですね、物入れというよりはもう、まあ、アドブルだったり、これ何ですか。これはあの手洗い用、あ、手洗い用、はい、現場でケアのとこなんかないんで。そうですね、なのでまあハンドソープとか手洗い用、はい、セノプロはちなみにありますけど、
老犬っていう、あ、そうなんですか、はい、こういう手洗いあるんでぜひよろしければ、はい、あの発電機のエンジンがここに延長されてるわけですね、ここからエンジンが、あ、これがバッテリーのジャンピングで、ここがクレーンの、そうですね、アウトリガーとクレーンの操作で、マフラーもこれ本当煙突になってるんですか、はい、実際に配置してる、はい、しみじゅん、はい、したらちょっとこのファイターの方をご説明をちょっと前からいいですか、まだ新しいですよね社長、入れられて、はい、でちなみに今回このグラインダータトゥーだけ後付けでね入れていただいたということで装着されてますけど、まだバイザーとかね二次仮装で布施のプロの方でお預かりしたお車です。同じくまあこちらもウエイトがあるためにバンパーせり出されているという感じですね、赤回転灯の、まあ、ここ前もそうですよね、同じ感じですね。でタイルーフになってるのはどういうわけなんですか、このこちらも、ウィンソーセーブさんのこだわりで、はい、オリジナルハイルーフの仮装をしていただいてまして、あの天井をぶった切ってハイルーフにそういうことですよ ね、 ファイターは確か設定がないはずなので、ドライバーさん乗っ取られる方は多分分かると思うんですけど、はい、車内で天井がロールとハイルーフでは全然圧迫感っていうか、そうですね、はい、あれが違うので、はい、もう一つ言うと、あっちのリーダーも、はい、実は新車でキャブ乗せ替えると思う、あ、そうなんですか。あれもウィンソーのセーブさんのこだわりで、はい、ミドルルーフですよね、昔流ハイルーフですもんね、こちら、この方は、はい、スーパーハイルーフかロールーフしかないんですよ。今の CYJ77D になってからが両方あるのかな、なんか3段階になったとかね、そうなんですよね、それまではなくて、はい、スーパーハイルーフになられると、はい、3.8 キャブすると、はい、ユニット前回んないんです。あー、確かに、で、ロールーフだと狭い、はい、っていうので社長のこだわりで新車のキャブをわざわざミドルを持ってきて乗せてくれてるんですよそうなんですか、はい、この方でこのキャブないよね。うん、そうですね、確かに言われてみれば、もうスーパーハイになってますからね、全部基本はスーパーハイだとちょっと使いにくいんで、そうだから、その全部の業種で考えたらスーパーハイルーが絶対いいかっては言い切れないってことですよね。箱車の方とかはね、風防も兼ねとるんでいいかもわかんないですけど、作業車ユニックとか、そうですね、クレーン前にクレーン回んないし、そうです、ね、先ほどもね社長お話しされてたけど、釣る場合もそうですよね、釣る車もやっぱスーパーハイだと高さ超えてきてしまう可能性があるってことですよね。はい、故障車搬送なんです、ね、です、そうですね、なので私ら故障車の大体1軸目のアクセルを加えて持ち上げて走れますん で、はい、で今のトラックって大体 3.8 メーターで作ってるんで、はい、それを20センチ30センチぐらい持ち上げて走るような感じなので、はい、高さが4メーター超えて、はい、狭いトンネルとか、はい、あとは街路樹とか、はい、ああいった部分に当たったりっていうのも、そうですね、怖い、はい、昔のトンネルなんか丸いから怖いですよね、そうですね、寄せて走ったりとか、対向車が切れるのもあって、はい、真ん中走らせてもらったり、はい、いろいろやっぱり理由があるということですね。じゃあちょっとこちらのお車も、はい、ここもアウトリガーが格納されてるんですか。そうですね、これアウトリガーが結構これぐらいまで出てくる、あ、もういや、この箱っていうかこのねボックスごとこうパネルごと出てくるということですね。この中にかぶってあるかな。あ、かっこいいですね、はい、でそれぞれ収納があって、うん、でこちらは何になるんでしょうか。はい、アウトリガーの操作盤になります、はい、あ、こちらも同じ感じですね、はい、アウトリガーの操作で、こっちはこの旋回がついてるので、はい、ウィンチも、3と2とついてるので、はい、ウィンチの、はい、上がり下がりの基準回転、これは何ですか。作動油ですね。あ、作動油ですね、はい、工具箱と、はい、これも同じエンジンコンプレッサー、あ、コンプレッサーカバーかけてあるわけですね。そうですね、ポイントさんのあのテールが上についてるんですね。大きい車を釣っとると、はい、さっきあったようなテールランプを一番後ろつけるんですけど、背が低いような車だと、はい、あれつけなくても後ろから見えるんです。ああ、なるほどね。なので視認性だったり安全性っていうので、あ、ここもアウトリガーですか。アウトリガーです。やっぱメッキで加速されてるのでね、なんかおしゃれですね。はい、こんな感じですね。ちなみに価格全然アバウトでいいんですけど、どんぐらいするもんなんですか。普通の大型、はい、あ、いいですね、そういう表現、ね、めっちゃ高いですね。そうですね、こちらでもまあ普通の中型車が3台4台とか、あ、あとその、ね、クレーンにするとか、はい、展開にするとか、いろいろ値段の振り幅は、はい、やっぱりレッカー車自体は何がでもその値段が高いポイントなんですか。アンダリフト、アンダリフト、ここですね、はい、これが高いんですか。へえ、はい、はい、今はおまけじゃないので、シャーシより上の方が高いので、ああ、こちらのお車だったら当然クレーンとアンダリフトついてるから、その値段がまあすごいすると、それとあとはやっぱり仮想もありますよね。我々もやっぱりかっこいいと思う。いや、特別綺麗ですね。どうせ作るならっていうので、はい、かっこいいと思うので、はい、やっぱそこは値段は高くて、それではね、こちらファイターの贈答車の方ちょっと内装を見せていただこうということで乗らせていただこうと思います。これエアシートですね。おー、すごいすごいですね、この作りが。ここ
内張りは全部ねこうレーザーで張り替えております。ナビゲーションついてたりとか、あとはね専用の作業灯関係のスイッチがあったりとか。この4秒8秒というのはこれはあのサイレンの、あサイレンのスイッチ、警察車両と同じものですね。マイクとやっぱりこうでも作業車にしてはって言ったら失礼ですけど綺麗ですね。おしゃれで横とかもこうねレザーですもんね。こういったとこが中も洗車も仕事のうちなんで、いやーでも本当に綺麗だと思う。はい、ありがとうございます。すいません、これはリモコンなんですね。すごいルービックキューブみたいですね。こっちは展開があるんでボタンが多いんですよ、はい、これでおお、あこういこっちとこっちも一緒になってんですか。一緒っていうか、そうですね、操作は一緒ですね。同じ油圧を使ってますね、はい、あそうか、こうからこう乗ります。ある意味ブームみたいになってるんです ね車の下側をすくう、はいはい、でそのアクセルの部分と合わせるわけですか。そうですね、はい、これ途中で止めても平気なんですか。途中でこの長さ、はい、問題ない。あ車の方によってね事故車だったり、はい、状況でやっぱり加える場所って変わってくるんで、はい、そうかその辺も現場の判断になるわけですね。シャフトってのは抜かないで走ったら走れないんですか。いや一応走れるんですけど、はい、エンジンがかかってない状態で、はい、タイヤだけ回ることになるじゃないですか、はい、そうなるとシャフトが入ってると逆側タイヤが回ることによりシャフトが回って、はい、デファレンシャルプロピペラシャフトから入力があって後ろからトランスミッションが回されちゃう可能性がある、はい、そうなるとあの本来エンジンが回ってれば、はい、トランスミッションの潤滑油が回ってるものなんですよ、はい、回ってない状態で逆から回されちゃうとどっかが焼き付いたりとか、あそういう懸念があると、壊れてない場所が壊れる可能性もあるんで、あなるほどですね、わかりました。切らすことによりタイヤだけ単体で回るっていうイメージ、はい、ありがとうございます。会社と社長のことでお伺いしたいんですけど、はい、今何名ぐらいでどれぐらいの今年数やられてるんですか。トロード自体は、はい、レッカーとあとは整備業務の方も、はい、整備もされてるんですね。修理の方もあの路上修理だったりとか、はい、入ったのを出張形でやらさせていただいて、はい、ちょうどこの4月で3年になります。3年なんですね、はい、従業員の方は、はい、今実働で3名、はい、あと私、はい、別で事務員、ね、はい、今うちの従業員は全員もともと大型ディーラー出身の構成されているので、はい、構成させていただいておりますので、はい、レッカーをしない場合も、はい、必要がない場合は、はい、はい、させてもらうと、なるほどですね。ちなみにこのレッカー業務で例えば新しくやりたいと長澤社長とご一緒にお仕事がしたいという方がいらっしゃった場合に持っていないといけない資格ってのはどんなものがあるんですか。できれば整備士免許、はい、整備士免許がある方が来てくれたら嬉しい、まあ、整備士2級とかですね。そうですね、はい、であとはあの多少ないとも大型の整備経験がある方、はい、知識がある方の方がありがたいですね、はい、あなるほどですね。あとはまあ大型車で使いますので、はい、お方免許もあるとなお、はい、よしということですね、はい、とりあえずやる気のある方はあの門を叩いてもらいたいと、ね、ぜひお話しさせていただければ。かしこまりました。とにかく若い方が多い会社さんで、これからね現代風のやり方でやっていくという長澤社長のやり方ですので、まあ、気になる方いらっしゃいましたらこういったかっこいいねレッカー車乗せていただくことも可能だと思いますので、ご連絡してみていただきたいと思います。概要欄にあの詳細は私の方の動画にもアップさせていただきます。はい、それではね今回ココロードさんにあのフロントパネルを届けさせていただいたというこのタイミングでの動画だったんですけれども、こんな形で引き続きねあの動画の方を作成していきますので、お時間さえご視聴いただければありがたいです。本日は長社長ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、それではまた次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。